さあ皆さん、杉正道さんの提供曲集ミスターメロディーボックスセットで発売になりました。ということで杉さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。一緒にこれからね、いろいろお話していこうかなと思うんですけど、はい、まずこの豪華ボックス、はい、すごい、これ杉さんですよね。これ、まあ、僕に似た男ですけど、似た男でもなんかすごくこの南国じゃの島、はい、どっかの島にいるような風景、これは杉さんのリクエストですか。そうです。ああ、どうしてこれ。やっぱり僕夏が好きなのと、それからやっぱりジャケットと見ながら、うん、音楽を聴くってなんか違うじゃないですか。想像するというか、皆さんの聴く方も、これね、すごいんですけど6枚組なんですよね、はい、もうこういう風にこう、結構今度ね、こういう夕方のバージョン、やだ、もうそうで、杉さんから解説がつまり、昼間から夕方へ、昼間から夕方へこんな感じでございますが、おしゃれで、しかも中が、はい、ディスクが6枚あるんですけど、全部色がそうなんです。これ違うんですよね。こんな感じで終わりまでおしゃれに色も分けてあって、はい、なんか杉さんのこだわりが、まずこのミスターメロディーっていう文字も、はい、にしてもすごいですよね。中身以前の問題で。ありがとうございます。ここもでも中身ってジャケットも重要ですよね。あ、そうですよね。杉さんやっぱり気にされる。やっぱりジャケ買い世代ですから。あ、ジャケ買い世代。はい、他の方の、ジャケ買いだとどういうジャケットなんかお好きですか。そうですね、70年代の洋楽でヒポノシスっていうグループが NCC だとかピンクロイドとかその作ってたの大好きだったの。あれは音楽も含めてやっぱりイメージですよね。そっから、うん、もう映画のワンシーンみたいなイメージが広がっていくじゃないですか。そう、まあ、そういうのがいいかな。私たち世代は本当にジャケットからジャケット買いっていうのがね、はい、本当にまさにあって、で A 面 B 面って聞いて、まさにその時代を6枚組だけど思い出すような感じで、それでね、これもちろんこれ6枚なんですけど、これがすごいブックレットなんですけど、杉さんが全て、お話、はい、つまりこの解説を他人じゃない、はい、杉さん自身がご自分の記憶をとすっごく全部全曲書きました。全曲これね、私も読ませていただいたんだけど、とてもじゃないけどこれをこれからね、いろいろとお話を全部話せません、はい、っていうぐらい細かいところまで、ですから今日これからお話して、もし、こと触れてないじゃないですか、この曲入ってんのになんでそのこと触れないの、大丈夫でございます皆さん、これをお買い求めいただくと全部、まあ、読めるということで、はい、もちろん歌詞もついてるし、豪華なものが、はい、でも、まあ、提供曲集の話、はい、このミスターメロディー、これからお話をどんどん進めていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。やっぱり最初に竹内まりやさんが僕に声かけてくれたのはありがたかったなって。だってまりやさんなんか「君歌ってみたら」って正道さんが勧めた時に、まだ「私なんか」って似てないかもしれないけど、そういう感じだったんですよね。そうなんですよ、ね、そのまりやさんがそうなんですよ書いてくださいと、はい、すごい、本当に学生時代っていうのは成長が早いとは思うけど、すごい変わりようですよね、大学のサークルから始まって。そうですね、うん、で当時うちの実家がビルの中に、はい、親父の会勤めてる会社で、そこに僕がしばらくいたんですけど、その時マリアがうちに来て、うちのそのお風呂場でエコーを利用してデモテープを作ってたのが目覚めとかになってたんで、まあガールフレンドにまたね、つながるようなね、まあまあこれもね、はい、でも意外と杉さんだってこれがこうなってああなって誰が演奏してっていうのが、もう今日ね、今回ボックスこれから多分話になっていくと思うんですけど、はい、これはもちろんミスターメロディーというタイトルがついてるんですけど、私も杉正道&フレンドラブっていう、なんかすごくそういう感じがして、今マリアさんからたまたま始まってますけど、なんかもう全てが杉正道さんの出会いとご縁と、うん、そして続く付き合い、もうなんか全部が愛に包まれてるような、ありがとうございます。このボックスって本当一つ一つの作品を合わせるとそんな感じになんですけど、お風呂場で目覚めてっていう話まで今進みましたけど、はい、ごめんなさい。いや、ですからおっしゃる通り、あの病気がなかったら、うん、多分こんなにこういう範囲も広がらなかっただろうし、だからその入院した時ね、もう本当に音楽活動をやめるしかなくて、でストップして、でいろんな人がお見舞いとか、うん、マリアもそうだったんですよ、うん、来てくれたりなんかするんですよ。もうなんか今日何やってたって聞くと、今日バイトでさっていう、もう俺ただでいいからバイトやりたいみたいな感じで、うん、そういう、まあそれまで普
普通だと思ってたことがすっげえありがたいことだなと思って、うんうん、でその入院してる時に音楽やれるなんてことは思ってなかったし、みんなと一緒にワイワイお酒を飲めるとか騒げるとか旅行に行けるとかもう全部夢の夢だったんですよ。よく考えたらその夢の夢の今上を行くぐらい音楽をやらせていただいてるんで、うん、もう時々なんていうかな、今日大変だなとか思うんだけど、その時のことを思ったら、うん、もうとってもありがたくて、うん、そういう風にしてるんで、そうするとやっぱり人がやっぱりこうなんていうかな、ありがたく思ってきて、もしかしたら今私がねお会いしてお話してる前以前から、はい、この杉正道さんっていうのはその病気をね、はい、する前の杉正道さんじゃないかもしれない。そうかもしれないですね、うん、もうなんかちょっとおごり高ぶってたかもしれない、ね、そこもそういうことじゃないけれどもやっぱり生きるっていうこととあんな早い若い時代から向き合った時期があって、はい、その中で仲間たちも励ましてくれて、やっぱりそこのが実は原点はもしかしたらもっと昔に少年時代に音楽聴いたとか、はい、77年デビューとかあたりとかあるかもしれないけど、もしかしたら今の杉正道さんってもう80年あたりからのそのいわゆるもう一回リセットしてレッドストライプスでもなく、はい、そこからが本当の今につながる。そうですね、というですからある意味僕のその、まあ、B サイソロ活動ではないですけども、うん、今回のは本当になんかこうフェーズが変わった時からの歴史だと思います。バカンスはいつもレインっていうのは非常にもちろん有名になった、はい、まあ、堀ちえみさんにも曲提供されてますけど、はい、あれは結構注文いっぱい作られたんですか。注文いっぱい作れました。うわ、最初はテンポも違ったんですよ。 CM バージョンはちょっとテンポ遅くて、それでね歌詞で Don't cry っていうところ、うん、Don't cry っていうのがあるんですけども、そこは日本語にしてくれって言われて、でまあ CM バージョンだけは粘ったんですけど、うん、僕いやこれは「トンクライアイエイ」だからいいよってね、みたいな感じでもう散々まあ抵抗したんですけども、うん、最終的に「じゃあ分かりました、僕言う通りやりますけども、もうその代わりもう事務所を辞めます」って戸まで短歌切ったんですけども、もうヒットしたら「アツト」って手のひら回すんですね。変わってて も, もうコロッといいですねみたいな、なんかそういうエピソードってすごく多くて、ご自分の美学っていうものが終わりになるんだけども、はい、意外と真反対のことを言われてそのままやったらヒットしちゃったとか、そうなんです。なんかそういうのってもうどんな歌手の方でも結構おっしゃることが多いんだけど、バカンスはいつもそうだった。でもそういう意味で言うとムーンライトホールミータイトなんかも、はい、ご自分が作ったのとまたセンチメンタルのセティロマンスが関わってくるのと、はい、やっぱり出来上がりが違う。全然違いました。ここはねどっちかというともう2番目に書いた曲ですよね、順番から言うと目覚めが最初っていうですね、はい、でそこもねよく分かんないんで、同じアルバム見てもちょっとね覚えてないんですよ、多分、はい、でどっちかっていうとビートルズっぽい、だからブリティッシュっぽい感じで書いたら、うん、レコーディングしたセンチメンタル・スティー・ロマンス、うんうんうん、センチメンタル・ロマンスのリーダーのツレイさんはビートルズ大好きなんですよね、うんうん、でそれ存じてあげてたから多分ビートルズっぽくリバプールっぽくなるんだろうなと思ったら、まあセンチメンタルティロマンスっていうグループがアメリカ的じゃないですか、すごくアメリカナイズされちゃった感じになって、最初はって思ってたんです。ちょっと意地悪な話かもしれないけど、やっぱり違うじゃないですか、はい、アメリカイギリスとか、まあ、大きくね、うん、そこだけでも随分違う。そうなんですよ、うん、ところが30年後ぐらいになって、まあ、親しくなった辻さんと2人でライブやることになって、うん、実はあの時ねってお互い話がそれで出て、うんうんうん、僕もビートルズっぽくやろうと思ったけどあえてしたんだよね、ごめんねみたいな、ごめんねじゃないですよっていう感じで、じゃあこの曲次の2人でやろうって言って、2人であの曲を演奏したことがあったんです。曲を書くってそういうドラマっていうか、なんかこうエピソードがいっぱい生まれるじゃないですか、その時うまくいってようが、その時どう見えるか分かんないんですけど、だから曲の分だけドラマがあるみたいな感じですよね。ディア・アンジーの曲に関してはマリアさんはそのホールドオンともつながるようなものを感じるっていうふうにすごくおっしゃってますけど、そうなんですか、これ初めて聞きました。そういうふうにどう思われますか。ああ、そうかもしれない。熱いものを感じるって最初はこれもライナーに書いたんですけども、曲立てだったんですよ、頼まれたの、うんうん、なんですけども、ちょうどできたのが
震災の、はい、東日本大震災ちょうど1年後の3月11日だったんで、なんか詩も書こうと思って、頼まれてないのについつい詩書いてマリエにできたよって送ったら、うわぁ涙ちょちょ切れって言われましたね私あのマリエさんと話して涙ちょちょ切れっていうのは初めて、私には絶対にあの言われる言葉なんで、ファンの方にもそうかもしれないんで、今発見されたかもしれない。あのマリアさんってでも面白い人ですよ、ね、結構あの何だろう、忖度っていうのを考えないで自然にやってらっしゃるというか、うん、常にそうなんですよ、フラットですよね。一回ポール・マッカートニーの、ライブがあって、あの最近はよくあるんですけど、リハーサルが見れるってやつ、ああありますよ ね、最初にちょっと ねあのツーショットが撮って、あれセットみたいにしてもらえてるやつ、はい、で球場の真ん中にもう少ない人数だけっていうのを僕あの見るちょっと機会があったんで、うん、で枠があったんで、マリエさんとそれからあと松尾さんとか伊藤津清さんと見たんです、はい、で遠くの方でポールがやってるのをグラウンドの真ん中ぐらいで見るんですけど、ポールがやりだしたらマリエさんですね、立ち上がって「ポールポール」って「あなたやめなさい」って、竹内マリエなんだよ、資格を持ちなさいみたいな、いやいやマリエさんってそうそういう。で、踊りたければ踊る方だと思うし、うん、マリアさんってそういう方ですよね。ブレないですね、あの人。いや、ブレないと思います。順番というか、選曲順番は杉さんの僕が決めました。ここ大きいですよ。普通はあまりね、ご自身で選曲するっていう方っていらっしゃらない。いそうで いらっしゃらないんです、意外と。これは1枚目はちなみにどうしてこういう流れになって、どういう思いで、なんかとにかく僕が、うん、あの聞く立場だったら、うん、あのこんな順番で聞きたいなっていうのが、うん、まあ、常にそれは僕のあのなんていうかな、あの基準としてあって、うん、あのティーネイジャーの僕が聞いて新鮮に感じるようなっていうのを常に感じ、うん、つまりそれは今の令和の時代に生きてる若者がこれを聞いたらどう思うかということですか。あ、っていうか、じゃあ令和の時代に自分が若者として、若者多分感性は時代が変わっても元となるものはそんなに変わんないんじゃないか。ビートルズもなんかおちゃらけというか面があった。やっぱユーモアのセンスはどんな時でも大事、うん、ビートルズの大事なところの一つだと思います、うん、あの特におちゃらけとかなんちゃってとか、うんうんうん、ビートルズってロックンロール以外は全部あのなんちゃってだと思うんですよ。例えばホワイトアルバムっていろんな2枚組でいろんなクラシック風なのが入ってたり、うん、ジャズ風なのが入ってたり、うん、でもやっぱり風なんですよ。だけどあのジャズ風なこんなんじゃないのってやったジョンのギターが多分ジャズの専門のギタリストを呼んでくるよりいいことをやってると思うんですよ。でポップスってそういうことじゃないかなと思って、うん、その専門職を呼んできてやるのが必ずしも良くなくて、うん、こんな感じかなって言ったのに何かこう神が宿るみたいなところがある。それでまあビートルズの今話されてるけども、はい、その後もいろんな曲、はい、いろいろと融合とかいうか、まあいろいろね、あの暗中模索の音楽時代っていうのが、はい、特に70年代っていっぱいあるじゃないですか、はい、これはジャズなのかポップスなのか、うん、何ロックなのかわけわかんないみたいなの、まあ、そういうものもだから全部含めて、はい、だから譜面が考えてみたらちょっと苦手だっていうことは、杉さんの音楽っていうのはある意味、あ、そうか、だからなんちゃってっていうか、そうなんちゃってなんです。私がこうやって5人目の前だからいいですよね。あ、今全然、まあ、そこら辺も基本にやって、はい、ビートルズもやってんだから自分もやって、そうですビートルズが背中を押してくれた、押してくれました。だってウイスキーがお好きでしょう。だってジュリー・ロンドンを詳しいというわけではなく、全然クライミア・リバーのあのあれがいいという、はい、でボツになった曲はね、うん、自分に回ってくるんですよ。ご自分がね、まあ後からカバーされるっていうのも結構ありますけども、はい、ありますけども、そうなんです。そうじゃない曲で、実は普通にアルバムに入ってて、はい、実は誰のために書いた曲だって、そうなんです。明かしてないものもいっぱいある。あります。一曲くらい教えてください。これに書いたのでは、井上祥子さんに、メリーローランの島。メリーローランの島用に書いてた曲が、あのその提出日に聞き直したら、なんか祥子ちゃんじゃないよな、まあデビュー曲な、はい、違うなと思って、うん、慌てて作り直した曲がメリーローナの島として、あの彼女のデビュー曲になってくれてよかったなと思って、
そうなんですね。ですよ。でその時作ってた曲は僕の同時期のレディースアンドジェントルマンっていうアルバムの中に僕のものとしてなるほどね。だから一緒に、まあ、副産物じゃないけど、はい、生まれていくっていうかこう分身みたいな感じで、はい、あちなみにメリーローラの島あれですね、ちょっと今現物ないけど、はい、ぴったしですよ、ジャケット並べると。あそうですよね、あれも緑 の, あ, のあれでね、同じよ、あれ似てる、これすごく本当だ。今たまたまですけど、最初にじゃあ仕事を覚えてますか？とかの喫茶店で会ってとかっていう、あそれはもう後期の方に、うん、後期の方にその話もありましたけど、それはダンシングカフェっていうとこ、はい、まず聖子さんのね、うん、の時にあの打ち合わせで青山のカフェで、うん、その時は30になった時、そうなんですよ、次いくつになったっていうから30になりましたってザーナビローってなってまだ松本さんも30そこそこだったんですけど、うん、っていうのをよく覚えてます。やっぱりハッピーエンド大好きでしたから、あハッピーエンドももう当時からですか？高校生の頃から好きだったんで、だから大田さんと一緒にねトライアングルで芝居してくれたってことも、はいはい、自体ももう超驚きだったし、大滝さんは杉さんの、まあ、もちろんルイード話っていうのは有名なんですけども、あのナイアガラボラあトライアングルボリューム2、まさに今年が40周年ということになりますけど、実はそこでルイードで、まあ、やろうと突然発表されたという話は有名で、そこに急に佐野元春さんが来たように思ったみたいな。でも実は大滝さんはもっと前ファーストアルバムから杉さんのことをご存知、どうも注目してた、これくれてたみたいで、で今回このボックスを作って思い出したんですけど、うん、その太田さんがルイードにいたトライアングル A 面でこうしてをレコーディングした直後のヘッドホンコンサートってのがありましたね。ヘッドホン、ヘッドホンしてないと聞こえない、うん、変な斬新でした。でも、ね、あんなあれはすごい、すごい、うん、でそこで MC で僕のことを、彼は作家としてもどうのこうのって、うん、え何言ってんだろうなって僕は思ったんですけど、今になって思うとそれが形になったのが41年後に今回のボックスだなって思うと、大達さんの何て言うのかな、こう先を読む先見の明がね、やっぱ今更だからすごい、もうでも大竹一さん、そのハッピーエンドから憧れてた大竹一さんとナイアガラトライアングルボリューム2、まあルイドで実際声をかけられたわけですけど、どうその時に思われたんですか？もうとにかくひたすら嬉しいだけでした、ね、嬉しいだけ。もうでも大田さんに言わせると、あの時に、うん、あの返事が、例えば事務所の人に相談しますとか、ちょっと相談できる人に相談しますから待っててくださいって言った場合は、この話はなかったことにしようと思ったって後で聞いたんですよ、何十年か後に。答えが重要だった、その時の。そうなんですよ、だから僕なんかもう尻尾振る犬のように、はいはいはい、やりますやります。いやそれはミュージシャンだったからですよ。佐野さんは事前にね、むしろナイアガラトライアングルの内示じゃないですけど、そんなような話も後から知ったんですよね。その、まあ、後からって言っても、うん、時間的には1時間ぐらいの1時間です。僕がステージやってる時、1階の喫茶店で、ルイードの私たちと話してたみたいで、でもう決まった。だってもう落ち着いて、はい、ステージの上ではね、答えてびっくりしたって。佐野君、小田さんが、うん、佐野君は参加してくれるかって言った時、俺だったらはいって言うところ、やりますその余裕は何だろうと思ったら、実はその1時間前に下の喫茶店でもう話してたっていう。すいません、これが最高でしたね。これ本当ですか？僕の記憶では脳裏にはこれが残ってますよ。うわー、さてそのステージ見てる人なんか一握りですから。そうです、佐野さんがこうやりながら答えたっていうのは貴重かもしれない。ちょっと須藤香織さんのね、はい、お話にもちろん最後のディスク6自体が全部、うん、そうで、はい、で清美さんの話に戻るっていうのは1曲目が実はそうなんですけど、はい、鈴木清美さんと出会わせてくれたのが須藤香織さん。そうなんです。どうって、まあ清美姉さん自体はもちろん知ってたし、はいはい、話もありましたけど、レーベルが一時同じ、うん、時がありまして、はい、そこのコンピレーションのライブの楽屋で、須藤香織ちゃんと僕と須藤香織ちゃん一緒にやってたんで、カオルちゃんが清美姉さんに多分初対面だったと思ったんですけど、うん、向こうで話してて、なんか聞こえてたら、杉さんに曲書いてもらった方がいいっすよって言ってるんですよ。なんか言ってるなと思ったら、それが形になったのがプレシャスフレンドで、いい曲、オープニングですよ、そのボックスの一曲目になったんです。このあえて聞きますけど、これをオープニングにしたのは、そこまでは考えてなかったんですけども、
今回やっぱり須藤香織さんのが最初と最後で、途中もそうだけどこう、うん、ですよね、いるんだなって感じがして、あ、一曲目にしてよかったなって、そういう意味でも、ディスク6はもちろんもろ全部が須藤さんなんですけど、1枚目の1曲目から須藤さんが関わってるとか、はい、須藤さんがいなければ実現しなかった、そうですね、だから誰かがいなければ実現しなかったっていうエピソードが、これ、まあ、まだ話してないけど正隆さんからいい意味かも、たくさんあるんですけども、その中でもやっぱり須藤香織さんがこれだけ大きく、だってもともと出会いっていうのは何でしたっけ、その須藤さんとの、まあ、あのディレクターの人が紹介してくれて、うん、で、あの今度曲を書いてくれっていうとこから始まったんですけども、香織、うん、まあ、ちゃんも当時はあのいわゆる須藤香織みたいじゃなくて全然違う R&B みたいなのを歌ってて、僕もあのそんな曲調のポップな曲は書いたことがなかったんですけども、うん、そのディレクタープロデューサーの加賀さんの依頼で書いて、で香織ちゃんは辻さんのああいう歌を歌えませんって言ってたらしいんですけども、だから香織さん的には相性が良くなかったっていうか、まあ、杉さんのことを、まあ、そんなにね曲調的に自分の趣味じゃないって言っちゃ、なんでしょうね、なんでしょうね、その時は合わないと思ってたらしいんですよ、なんか、うん、まあ聞くのは好きだけど私には無理、あ、自分は歌えないって思って、杉さんの世界はいいんだけど、うん、自分には合わない、なんかそこ聖子さんにちょっと似てますね聖子さんもそういう主張を大滝さんに対して、あのな風たちに対して、私は歌えませんそういう話、あ、そういう意味ではちょっと今思い出したのがごめんなさい聖子さんだったんですけど、まあ、須藤さんの最初そういう出会いがあって、で、まあ、やっていくうちにだん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 、いろんな、まあ、そこから始まっていろんな、だって最後ユーミンとも組まれてコンサートまでおやりになって、 ね、その後もずっと続いていくわけですけど、はい、パラダイスね、うん、ツアーからすごいやっぱり、成長させてもらったし、あ、須藤さんに、須藤香織さんに提供することで、うん、あ、作品を書くことによって、うん、それは何をこう考えたというか何を思ったから成長したっていう、あ、いろんな提曲いっぱいあるじゃないですか、はいはい、でもなんていうのかな、こうキャッチーであることとか分かりやすい、うん、僕は好きなんだけど逆にあんまりこびてるみたいなものは嫌だみたいな、ちょっと ひねくれてるとこがあって、うんうん、例えばあの、うん、ヒット曲は大好きなんだけども、ヒット曲だけで喜んでるようじゃもったいないよねっていう気持ちもあるんで、どっか変なものを入れたいって思うようなところがあって、いやいや、ミュージシャンのこだわりというかね、やっぱりあのジュークボックスの時代はなんかとても美しく見えるけど、70年代のまた歌謡曲のね、うん、ヒットとなんとかなんとかしろみたいな、ね、ちょっとあそこら辺に違和感を感じるというかね、はい、分かります、はい、だったんですけども、まあだからそのこだわってるちょっとへそ曲がりの僕をもうちょっとそんなガードされてもいいんじゃないみたいなのを教えてくれたのは香織ちゃん、須藤香織に曲書くようになってだったし、やっぱりそこには、まあ、あの作詞家で絡んでくれたユーミンがいたり増田さんがいたり、浅田さんがね、プロデュースもされてるからやっぱりそこら辺がいたりなんかしたんで、まあ本当にいろんな風に最終的には香織ちゃんはすごく、あの杉さんの歌を歌います、歌いたいって言ってくれて、どこでこうなんて言うんでしょう、これまでつまり、まあ、もう天国に召されたんですけど、最後の最後までこう付き合いするというか、うん、ずっと二人でっていう、そこら辺はどこら辺あたりからこう始まったというか、気持ち二人いいねって続けようねっていう気持ちに、まあ、恋愛にも似てますよね、アーティスト、そうですね、無理やりくっつけようとしましたけどね、プロデューサーはね、うん、あの二人で打ち合わせしてていなくなってソニーで、不自然な、それおかしい、ちょっと待ってください、それ今音楽作品の話をしてるのに別に二人きりにする必要ないですよね、そうそうそう、いなくなっちゃうんですよ、カバさんがどういうことですか、後で聞いたら二人あのそういうカップルになってくれればスイ君に曲頼むのも簡単だし、どんどんできてくれるだろうっていう安易なということでございます、はい、本当にね、ありがとうございました、いろいろたくさん、どこで終わりになってるのか分かりませんけど、はい、もういろいろ人がどんどん増えてきてます、はい、ありがとうございました、楽しかった、ありがとうございました。